によってもダメって感じで。一人だとダメっすね、俺。死んじゃいけないって思ってるんですけど。自殺したいと考えたら何を残したいか考えてほしい。ぐちゃぐちゃとやって捨ててください。全て今失ってしまいました。これが死です。根本一徹、彼は自殺を防止するため昼夜を問わず苦しむ人々に向き合う。あれもしなきゃ、これもしなきゃって思うんだけど、完全に治るのはありえない。薬効いてる、大丈夫。母の弟が自殺したんですけれども、どうして死ななきゃいけない理由があったのか。俺自身が体壊しちゃって、頑張りすぎちゃって、メールだとか電話だとか。もし俺がそこで話しなかったらどうなってたんだろう。ちょっとずつ良くなっていこう、探していこうよ。死んでる場合じゃねえじゃん。命の深呼吸。